俳優の板垣李光人と中島裕翔、平成ジャンプが来年1月スタートのカンテレフジテレビ系2025年1月期連続ドラマ、秘密、ザ・トップ・シークレット、毎週月曜あと10時に出演する。板垣は、地上波ゴールデン帯連続ドラマで、初主演。中島は、カンテレドラマ初主演となる。原作は、清水玲子氏による同名漫画を実写化。科学警察研究所の方位第9研究室、通称第9、架空の組織を舞台に死者の生前記憶を映像で再現できる特殊な MRI 技術を用いて、室長の滝木豪、牧、剛、板垣と新米捜査員の青木一行、中島のバディが解決不可能とされていた事件の真相を解き明かしていくヒューマンサスペンス。中島はかつての第9メンバーで滝木の親友以上の存在だった鈴木勝弘も演じ、初の一人に役に挑戦する。